ふうま、ふうま、風ぜは、三浦上神の、北条五代記において、北条氏直に付治にされ、天正九年の、木瀬川の戦いで、敵方の武田の陣にお打ちをする集団を率いた、ラッパとして紹介されている人物。ご北条氏の発球文書などに、名前の見える、風間では守るや、関八州古戦六などに、名前の見える、風間孫衛門はそのモデルと見られている。 また同著者の見聞集には、江戸時代初期に、郷崎陣内が、関東各地の盗賊の狩猟を、風魔の一類ラッパの子孫どもだと告発して、江戸町部行書による、結びとがりが行われ、盗賊は根絶やしにされたが、後で、郷崎陣内も、大東人として処刑された、との逸話がある。鎌倉官僚旧大記に登場する、風間小太郎とは別人。派生して、 物語に登場する人物として、風魔小太郎は著名。三浦上信が表した、寛永18年間の、北条五代記によると、天正9年の秋に、北条宇治が、木瀬川を挟んで、武田勝頼、信勝伏と退陣した時、風玄と、四頭に引きられた、山賊海賊、強盗窃盗の党、四頭合計200人からなる一頭は、 よよに木瀬川を渡って、敵陣を襲い、人を生け取りにし、つなぎ馬の綱を切ってその馬に乗り、さらにあちこちに放火し、四方八方に紛れ込んで、勝ち時を上げるので、敵方は散々動揺した。東木の風源について、武田軍の兵士は、身の丈七尺二寸、筋骨荒々しく村小部あり、目口、広く逆毛黒ひげ牙四つ外に現れ、 頭は福六樹に似て花高しという異様な風貌をしていると噂したという。北条五代記には、御北条氏滅亡後、風玄の噂や、ラッパの名前は、関東から消え失せた、とあるが、おなじみ裏上心の著書、見聞集には、御北条氏滅亡後、高崎陣内が、関東各地に千人も二千人もいる盗賊の首領は、皆昔有名だったいたずら者、 風玄外一類、ラッパの子孫殿です。自分は居場所を知っているのでご案内しましょうと、訴え出て、江戸町奉行所による、盗人狩りが行われ、盗人が根絶やしにされたという逸話を載せている。道書によると、後に、高崎陣内も、対等人であることが分かり、慶長18年に朝草原で処刑された。北条五代記や見聞集の作中では、 風魔の出自や根拠地などは明らかにされていない。三浦上信の著書、北条五代記官営版、万字版及び、見文集体における表記は、風言で、言は、上信の著書の中で天言、天元、素元、殺元、通る元など、まだれの漢字全般の略字として用いられている。読みは、北条五代記に、振り仮名、風間とあり、見文集には、振り仮名がない。 明治期以降の本国観光の際に、漢字表記は、風、元風魔、風魔に分かれており、振り仮名は全般に脱落している。岩月、腰ヶ谷周辺の、風間では守る関連地名地図五法上市の、発給文書に、法上五代機の風魔のモデルとおぼしき、風間の人名が見えることは、文政十三年の、新編武蔵風土機構の中に指摘があり、その後、 関連する文書が何件か見つかっていて、中でも、風間では守るの人命が見えるものが一件あることが、知られている。元気3年5月7日付で、御法上氏は、岩井門文氏らに、風間の受け入れの準備をさせるよう指示した。元気4年12月10日、御法上氏は、砂、原の百姓たちからの訴えを受けて、以後、風間を、 砂原に在宿させないとする最巨主印状を与えた。飯沼周辺の、風間関連地名地図、関八州古戦六巻十、高谷成形情報ゆだ取り出ごとには、関屋土城落城の翌年、木の江犬の秋、佐島領が、御北上氏の持ち分となったため、北上氏政が、伊勢備中森さだに命じて、湯田村に取り出を気づかせ、 いい沼の対岸にあった天馬天神の舎を焼き払って、城を築き、風間孫兵衛と石塚東兵衛に、軽率三百人をつけて守らせた。これは、高谷政権の領地を抑え、敵方の隙をついて襲撃するためだった、との記事がある。同書によると、高谷政権、茂津根府市は、岡田玄へ打ち出して、湯田の上兵を花島へ誘い出し、絹川の下流から兵を回して、 太郎立ち、小牧の城主、渡辺天根坊主が、二霊村を越えて、湯田取を焼き打ちにして大象し、御北上氏の軍勢は、関屋土城へ退却して、高谷氏が、下、佐島を占領し、大生京天馬宮を再建した、という。類似の記事は、関八州古戦録以前に成立した、下妻、高谷氏に関する初記録にも見える。次女により、 元禄二年成立の遠伏時記録、田谷府の田谷政経のつてによると、北条氏が下宇佐国佐島郡湯田村に取り出を構えたのは、天正三年であり、向井城とされた天神城にこもったのは、風間が率いる三百機のみで、石塚は、田谷茂月根法の渡辺天根坊主と共に、湯田取り出を襲撃する飯沼の豪子とされている。また、 同書の田谷茂紬のつてによると、成形の死後、天正四年六月に、北条氏政が上層に発行して、湯田から飯田を渡って、天神城に籠もり、下妻を攻めようとしたため、田谷茂紬は、佐竹義重に救援を求め、援軍に来た、佐竹義政と、湯田取手を攻め、損害を与えたが、北条方の天神城は固く守り、 その後、ユダトリデを修復して、同5年以降も、結城市と通じて、下妻を伺い、佐竹、高屋方の小田城や八田部城を攻撃した、とされている。北条軍が、飯沼、ユダの領城から撤退したのは、天正8年12月のことで、高屋氏が、下佐島軍を領有したのは、天正9年の正月とされている。天正五年二月、北条氏は、 内田孫ま郎に、同人に対する、風間同心渡辺晋さんの訴えを却下した旨を伝えた。天正9年以降、北条氏政が、この頃、岩月上司だった重郎に、夜間の備えの重要性を解き、かねてから準備を整えておくよう指示したと、推定されている書状の中に、風間どころに加勢することが重要だとの言及がある。9月13日付で、 北条氏政は風間、では守るに、大手人の新州における戦況の有利を伝え、東方と示し合わせて構成に出るよう指示した。2006年間の茂木和平、埼玉明治辞典及び下山春久、ご宝城鹿診断人名辞典に、岩月城下、黒谷村の明演寺の会期は、風間では守るの着手、天宮門土星、とあり、茂木ギ風間は、 信濃国水内郡の式内社風館神社から起こる、罪名で、本名が、甘宮と推測し、黒谷村には、甘宮氏が5個あり、風間氏はない、と指摘している。岩月市市通市編には、明園寺、総東州、会期、風間では守る着市、甘宮門土生、海山、新規与寺第三世設定ソリンオショーとある。江戸時代に、 黒谷村の名主をしていた、天宮渡るたゆう家で、安政2年から書き継がれた、モズ記録長中の、聖和天皇七代の孫源頼近公、唐家世代美化へによると、道家の子祖は、風間では守る着手急手水星、本国奇襲星は、源氏より近十八代の後風間、では守る、である。天宮、門ンド星の没年は、 女王元年人身で、その子から代々、渡る太夫を名乗ったとされている。明治8年に調査が行われた、武蔵国軍村氏の黒谷村明園寺の孔には、正法の頃、村里甘宮都市之助の祖先、風間では守る諸子有給主水、海域総建すと運とあり、俊之助の名は、もずき六町にも見える。もずき六町には、別に、天宮家が、 毎年正月と七月に、黒谷村の妙縁寺と返上院に付け届けをしており、妙縁寺については、先祖が回帰だった胸が見える。岩月市資料13民族調査報告書に書斎の聞き書きによると、黒谷の甘宮市一等の本寺は、岩月大田の清源寺で、妙縁寺には墓の実があったが、返上院に墓を移した、とされている。 黒谷地区の天宮聖には二系統あり、野号、本家、虎一丼の天宮家には、四代前の啓子が幼い、うちに両親が死去したため、母方の実家のあった越谷市西新井で養われ、成長してから黒谷に戻り家を復活させたと伝えられていた。もずき六町が伝わった杉崎家は、天宮家の啓子の姉の嫁ぎ先で、 天宮家の慶氏が幼い頃に両親が死去したため、その後見人となり、慶氏は成長した後に岩月へ移住したため、天宮家の後を継いだ、とされている。もずき六町が伝わった家とは別系統の野豪、慶一家の天宮家には、先祖は大阪城で財政の仕事をしていたが、大阪落城の時、松伏の民部様と一緒に落ち延びてきた、と伝えられていた。 松武市長の石川民部家の素流については、河内石川氏とする説もあり、松武市長で2001-2002年頃、調子編纂のため聞き取り調査を実施した際にも、石川民部家氏祖は、大阪の陣の頃、関西から落ち延びてきた、との民間伝承が残っていた。武蔵国群村市の、下荒井村の郊に、道村の北方、飯塚村から南に流れて、高曽根村。 黒谷村の間に入る、風間堀について研究がある。1984年当時は、風間用水と呼ばれるようになっており、飯塚から南下、新井、黒谷、高素根へと続くとされている。天明3年の飯塚村名細書上長,長には、元荒川から用水を引き入れるため、風間と風間神殿の2カ所に、入りを不審してある旨が見え、 風間の入りについて、飯塚、下、新井、黒谷、高曽根、野島、孫十郎の六家村、風間神殿の入りについて、末田、た飯塚の二家村の組合とされている。市村、国村二郎兵衛裏より、風間入り前まで堀町三百八十三軒一風間尻より、大川石橋まで七十二軒一大川石橋より。 古川津み上り口まで288件1、古川津み上がり口石橋より、下、荒井茂来城石橋まで152件1乗、曽根戸橋より落ち口まで64馬、堀尾寒さ1068件有の猿高、右の役人者友さんにと年百959件あたり、有の、清水右金寺あたり、風間堀筋の里氏、清水金之助や文書、 ありがとうございます。